カンボジアのアンコール遺跡の一つ、バンテアイスレイの壁画レリーフ。ティロータマーを奪い合うスンダと、ウパスンダ。パリ、ギメ東洋美術館所蔵。ラビバルマニよル絵画、ティロータマー。ティロータマーは、インド神話に登場するアップサラスである。三階を征服したアスラ族の二人の兄弟、スンダとウパスンダを破滅させるために、天界の交渉を噛み。 ビシュバカルマンによって創造された。ティロータマーとスンダウパスンダの物語は、インドラ神の体に洗顔が生まれ、シバ神が、紙面になった、ユライタンを含んでいるほか、ジョジシマハーバーラタでは、パーンダバゴ兄弟に対する、教訓タンとなっている。ビシュヌプラーナによると、ティロータマーは、太陽神、スーリアの馬車に同乗する十二のアップサラスの一人とされている。 マハーバーラタによると、アスラ族のスンダとウパスンダが三階を征服したために、神々は三階の支配権を失った。そこで、三階奪還に向けてブラフマー神は、交渉神、ビシュバカルマンに、絶世の美女を創造するよう命じた。ビシュバカルマンは、世界中から宝物を集め、それらの宝物からさらに美しい部分だけを少しずつ集め、それらを合わせて、 あらゆる点で完璧な美を備えた一人のアプサラスを想像した。彼女はブラフマー神からティローッタマーという名前を授かった。ティローッタマーが誕生した時、その場に多度んな聖戦、神々もティローッタマーから視線を逸らすことができなかった。芝神はティロッタマーを見たいという誘惑にかけず、彼女が芝神の周りを回った時に四つの顔が生じて、彼女の動きを追ったという。 同様に、インドラ神は全身に線の目が生じたしたとされる。ブラフマー神は、ティローッタマーに住んだとウパスンダを誘惑して、兄弟の中を裂くように命じた。そこでティローッタマーが住んだとウパスンダのところに行くと、二人は、すぐにその美しさに魅了され、どちらがティローッタマーを妻とするかで争いとなった。二人は怒り狂って、互いに、棍棒で殴り合い、死闘を繰り広げた末に死んだ。 こうして、スンダとウパスンダの支配を自滅へと追い込むことに成功した。このエピソードは、聖戦、ナーラダがパーンダバ5兄弟に対する教訓談として語っている。スンダとウパスンダがティロータマをめぐって争ったように、彼らが妻、ドラウパディをめぐって争わないようにするためである。この話を聞いたパーンダバは、ナーラダの勧めに従い、 兄弟の夫婦の生活に関する協定を定めた。兄弟の一人アルジュナが各地を放浪したのは、この協定に違反して一時追放されたためである。このためインドラは、サハスラーク社サホズラクサ、戦願者の別名を持つ。パーアンダバゴ兄弟は5人で一人の妻、ドラウパディを共有していた。ありがとうございます。